はい、皆さんこんにちは、こんばんは。まもなく左方向です。今回はね、聞いたことあると思うんだけど、島田紳助さん、ね、左方向ですがやってたカフェがあるんで、でなんかね、しばらくなんか閉まってたみたいなんだよね。だけどまだね、およそ3キロ先左方向です。その先復活してるっていうねことを聞いたんで、ちょっと遠いけどさ、行ってみようかなと思って出てきてるんだけど、どうなんだろうね、開いてるのかな本当にね。まあとりあえず行ってみよう。暇だしさ暇だしさってね、旅行に来てもうとにかく暑いんでさ、離島にね行く予定だったんだけど、なかなかね、もう14日まで空いてないんで、あのじっちゃんがさ、水牛車にない、あのしゅな、なんていうの、水牛車で引く、なんていうかな、あれはあれにね乗ろうと思ってたんだけど、乗れないっていうか予約が取れない、もう14日までもういっぱいだって。なんでまあそのツアー会社っていうかね、そこでさ、まあ向こうにねフェリーで渡ってさ、キャンセルとかそういうのがあれば乗れないこともないけど分かりませんってね言われたんだよ。でどうしようかなって今ね悩んでるわけだよ。だから行ってね、向こうでバイクか自転車に乗ってねうろうろするかなとか思ったりもしてるんだけどね。まあとりあえず今回はその島田紳助さんがやってたねとこのカフェに行ってさ、どうしよう、なんか食べ物、まあなんか食べるかね飲むかしてこようかなと思います。はい、今ね来たんだけど、残念ながらね滑り込みセーフにならなかったね。ラストオーダーが4時でね、もうダメなんだって。残念、せっかく来たのにね。まあしょうがないよね。よいしょ、ナンバー、もうレンタカーが多いね、こういうとこです、こういうとこ。どうしたんだろうね、今のやってるとこが島田紳助さんから買い取ったのかな、借りてるのかな、どうなんだろうね、わかんないけどね、そのあたりはわかりません。しょうがない、しょうがない、またドライブしよう。残念でした、残念でした。バギーも乗れるんだね。はい、ということでね、またねオープンしてるんでさ、
石垣に来るね。予定のある方は寄ってみてください。ただね、車がないと来れないよ。ここはレンタカーなりね、車を借りないと来れない。石垣市からね、結構あるよ。ここまで空港からだと半分ぐらいの距離なんだろうけどね。空港からね、石垣市の反対方向じゃなかったっけ、ここはね。はい、ということでね、残念でした。今日石垣のカラスうるさいよね。カー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 ね、カラスが多いよ。ああ、何なんだろうね。今あれかな、求愛行動の時期なのかな。うるさいよね。はい、ということでね、ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。あって天気がいいよな。